はい、皆さんこんにちは、ワンダルクルビッシュです。今回はプレイステーションのゲーム提督の決断3パープキット、真珠湾攻撃シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。前回は、マニラ、そしてレイテ、この2つを攻略しました。マニラにはマッカーサーがいましたが、これも追い落とすことに成功しています。今回はこのフィリピン攻略戦制圧戦の続きとしてタウイタウイ、そしてブルネイ、この2つの基地を攻略してさらに東南アジア方面ですね、解放するための前線を押し上げていきたいというふうに思っています。投入する艦隊は、例によって、第2艦隊、これは機動部隊ですね、これを投入していきたいと思います。現在はマニラに寄港中、燃料、そして航空機、陸戦隊、これを補給中です。これが終わり次第タウイタウイに向けて発進、随伴するのは第5艦隊になります。この艦隊を持って、まずはね、確実にタウイタウイ、ブルデ、この2つの基地を取っていきます。ハワイ方面は、防衛を行っていくというところで、紹介をさせています。基地航空隊も充実させているので、これを見てですね、孤立している米軍の基地ミッドウェイ、ここを取ってしまいたいというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。では第2艦隊、そして第5艦隊マニラからタウイタウイに向けて出航です。第2艦隊、空母には航空機満載してあります。艦爆艦攻、比率としては大体同じぐらいの比率で載せてあるので、仮にですね、アメリカ軍の太平洋艦隊あるいはイギリス軍の東洋方面の艦隊、これが現れた場合にもですね、十分に対処はできるかなと思います。では早速6隻の正規空母から総数383機、大編隊ですね、これを出撃させていきます。これでまずタウイタウイの基地を無力化して、その後陸戦隊を送り込んでいくという戦いをしていきます。陸戦隊の消耗はできるだけ、避けたいというところですね。で、可能であれば連戦でブルネイも取りたいなと思いますので、航空機もね、とはいえ、あまり損害が出ないように気をつけたいなというふうには思います。はい、基地航空隊は基地守備隊はほぼ壊滅させましたので、タウイタウイにこの後陸戦隊占領軍を送っていきます。では、軍令部の方にいた新たな作戦を受領していきたいと思います。この後はね、マレー方面を確実に取りたいなというところなので、なんとも言えない状況ではありますが、主力艦はマレー方面に送っていきたいと思います。これ何を言ってるかというとですね、機関内に確実に作戦は成功していたんですけども、第一艦隊、この長官の乗る第一艦隊をですね、残念ながら、クレに戻すのが間に合わなかったということで、失敗している。これはゲームのシステム上の問題ですね。さて、どうするかですが、王院方面、ライン方面ですね。ライン方面の攻略、これに尽きるかなと思いますね。では、引き続きマレー方面ですね。こちらの攻略ということをしていきたいと思います。残り7箇所か。これは結構厳しいな。7箇所。タウイタウイ、ブルネイ、このあたりも含めた、複数拠点ということになりますね。まず、タウイタウイですけども、予定通り、敵基地を壊滅させてから、陸戦隊を送り込んで制圧してます。で、こうなると、この後はですね、連戦でブルネイも取っちゃいましょうというところですね。
で、反時計回りで、制圧戦をしていきます。ブルネイはシンガポールからも航空隊が飛んでいますので、まあ、より速やかにですね、このブルネイが取れるような環境は作ってあります。なので、ここはですね、機動部隊、第二艦隊は、このまま任務をブルネイ攻略へと変更して作戦続行です。空撃もできるような状況になっていれば空撃して、まずは、ここには基地航空隊も配備されていたようなので、この基地航空隊を壊滅させていきたいと思います。第5艦隊は一旦タウイタウイに入って、陸戦隊を回収してから、ブルネイ、そしてシンガポールへと向かってもらいたいと思っています。タウイタウイにですね、貴重な陸戦隊を配置しておくのはもったいないので、ここは漏れなくすべて回収してから、ブルネイ、そしてシンガポール方面へと入ってもらいます。で、シンガポールは一大拠点になっていますので、このシンガポールでね、また陸戦隊、あるいは石油物資補充して、引き続きマレー方面のね、作戦を継続していきたいと思います。ちょっと不気味なのが、ハワイ方面ですね。ここが全く敵の動き、米軍の動きがわからないので、こっちはね、ちょっと警戒はしつつも、主力はマレー方面という状況です。順調に来てます。まだ壊滅状態とまでは、言っていませんけども、第2波、第3波と航空隊を送り込めば、ブルネイも無力化できそうですね。では、機動部隊を伴って、ブルネイに、前期、そして全陸戦隊投入して制圧を行っていきたいと思います。まあ、数の上では圧倒的に有利ではありますけども、敵の方にも航空機一部残っていますので、これを排除しつつですね、確実にこのターンでブルネイを取ってしまいたいというふうに思います。はい。では、敵の守備隊壊滅させましたので、陸戦隊を送り込んでいきます。まあ、このブルネイもですね、陸戦隊で一度占領したら、すべての陸戦隊は引き上げたいと思います。まあ、あんまりね、陸戦隊に余裕がないというところもありますので、ここはしっかり回収して、次の作戦へと、陸戦隊をね、有効活用していきたいというふうに思います。では、このまま敵は守備隊いませんので、占領をしていきます。はい、これでブルネイの攻略完了です。というわけで、今回予定していたタウイタウイ、ブルネイ、この2つの基地の攻略戦が終わりました。まあ、ちょっと短いですが、今回はここまでにさせていただきたいと思います。で、この後ですね、作戦はまだまだ続いていくんですけども、やっぱりね、作戦目標として設定している、この、マレー方面、残り6箇所となってますので、さっき7箇所だったところから1箇所減ってるので、確実にね、残り6箇所の攻略を進めていきたいというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。